はい、ということで七尾駅改札入ってきてそっちに止まったやつですね。七尾線はみんなこの赤い帯のやつなのかな。今先頭の運転席後ろのところでタッチしておりましたね。この車内 IC でタッチして降りるというのは私は初めてだったな。はい、そう、ね、路面電車とかではありますけどもね、こういうところは大体この駅に、ね、あることが多いので。はい、ということで2駅乗ってあっという間に能登、二宮で、まあ適当に出ますか。はい、ということで能登二宮駅で次に向かうのはアルプラザですね。ここは30分ぐらいかかるということで、まあ、頑張っていきましょう。ちなみに最寄りは次の吉川なんですけども、まあ、そのここから歩いても大差ないということでね、まあ、同じ道を往復するよりこっちの方がいいだろうという感じですかね。はい、ちなみにコミュニティバスもあるらしいですけども、まあ、多分時間は合わないだろう。この道、いやなんかどっかで、うん、ちょっとわからんな。ちゃんと地図を見た方がいいな。はい、今適当に右側に入ってきて、ここは歩道かな。まあなんかこの上を通る道の側道みたいなところを歩いてますね。あ、今なんか緊急地震速報の訓練放送ですね。スマホも大丈夫。今ちょうど10時でね、それでまあ訓練があったということで。はい、ということでこの道に合流する形で、なんかそっちから行った方が早そうだけど、多分 Google マップが道と認識してないんで、まあそれに従ってこの次で右かな。そこに青看板あって、左右は国道の159号かな。でもそこに出るんですけども、手前ややショートカットしていきます。交差点がそっちに対して私はこの道ですね。はい、ここは中野と町で、なんか合併してできたんでしょうね、きっとね。この先あるのがアルプラザ鹿島なので、鹿島という読みで合ってるかわからんけども、まあおそらくそんな自治体があったということでしょう。はい、なんか左右山、まあどこにでもある田舎という感じですけどもね。そうか、ちょうどこれはセイタカアワダチソウの季節ですね。今はちょっと風が強いな。織姫の里中野と2キロですね。私が来たアルプラザの看板がちょっと一瞬見えたと思ったが、そこと同じね、敷地内にある道の駅まで2キロということで、結構まだかかるな。頑張って歩いていきましょう。はい、長曽川橋だそうですね。おにぎり、そして平和堂がある。今駅から15分ぐらい歩いてますね。はい、金沢55キロ、白衣16キロですね。で、平和堂ありましたね。七尾じゃなくてここにあるというのはちょっと不思議な感じがするけども、まあでもこの幹線道路沿いで、まあ、車社会の中ではここがアクセスがいいということでしょうね。多分だからね、白衣からもまあ県内というかそんな感じかな。駅からはちょうど20分ぐらいか。はい、だからあと5分としても思ったよりは早く着いたな。ここはなんだっけ、忘れたけど、まあ行ってみましょう。はい、こちらアルプラザ、ナムコでしたね。まあこんな感じで山登りのメダルゲームはちょっと珍しいかもしれないけども、まあそのぐらいでね、シングルメダルはなしで、キッズメダルが、15台ぐらいか。あとはまあプッシャーが若干とかでしたね。あとメダルはかなり高かったな。1000円110枚、3400枚とかでね、相当強気の設定でしたね。はい、まあそんなところで OK で、なんかそこにゲームとかいう看板があったんだけども、なんかそっちの建物、パチンコ屋以外にゲームあったりしますかね。はい、こちらアルプラザの隣のクワトロブームですけども、ゲームコーナーありましたね。こんな感じで、ね、普通にまあいろいろメダルゲームはないですけども、それ以外、ね、ちょっと珍しそうなのもあったりして、これは OK。 なぜかここは上海三大並びでしたね。そうで、
ここはなんか Google マップ上ではそのパチンコ屋となっていたんで、なんか全然期待してなかったんだけどもな。そこにはそうボーリングゲームとかあってね、うん、まあでもそうパチンコ以外潰れてるのかと思いきや全然そんなことはなかった。はい、ということでここは2店舗稼げましたね。で次は、なんか自販機コーナーみたいなところに行きたいんだけどもな。これ地下道、地下から行くか。はい、なんかこれなら普通にここの横断歩道の方が良かった気もするけど、まあいいや。ということで、ここ右ですね。はい、こちら道の駅は結構立派で新しそうに見えるな。はい、そっちから来て、ここはまあ、道なりというわけでもないか。まあ、左方向ですね。はい、歩道がちゃんとあるのはありがたい。これはなんか、やたら錆びてるけど、この、融雪装置の影響ですかね。はい、ここは中野都消防署で、六星コースという、バスがもうすぐ来るけど、まあちょっと使えないだろうな。わからない。ちゃんと調べればよかったね。で、ここは交差点は斜め右方向ですね。はい、適当にまっすぐ来て、なんかこっちのね、これ北側の山、ここに近づいてきましたが、ここは橋を渡らずに左だそうですね。でこの先次の橋を渡るのかな。ちょっと見えないけどありますかね。だいぶ歩いてきて、ここの橋で踏切ですね。ここは、普通の自動車は通れないのか。今さっきのボーリング場から21分だな。いや今日はだいぶ歩くね。でそこに幹線道路があって、それ沿いに自販機コーナー、まあ、そこはちょっとやってるかどうかも怪しいんだけどもね。このあぜ道踏切もいいですね。で、ここはすぐ左に曲がって次を右、ここなんか新しい住宅地があるんだ。はい、この辺サビサビですね。最初からこの色の舗装だったんじゃないかと思ってしまうぐらいのサビっぷりだな。そう、こんな、なんか大丈夫なのかなと思ってしまうけどもね。はい。で、そこ曲がって、そのね、幹線道路に出てすぐ左側かな。はい、こちら適当に行ってきました。昔ながらのそのね、ゲームが遊べるドライブインみたいな感じで、うどんの自販機がね、ありましたけども、残念ながら稼働してないようですね。そう、200円で、しかも2キシー缶があったりでね、相当レトロな、その、なんかあの手の中でも、なんか特にレトロなまま残されてるという感じだけども、まあ再稼働は難しいんだろうな。それ以外だとパチンコ系が10台ぐらいと、あとは、アストロシティとかね、ああいう感じのものを、まあ上海が多かったかな。それも10台ぐらい。あとテーブル筐体が2台ありましたけども、それは動いてなかったようですね。ということで、OK。結構ちゃんとしてたな。で、なんかこの時間も常連さんいましたね。朝11時、平日。はい、ということで、次はここを歩いて、中野戸町の役場を見つつ駅ですね。なんか電車通ってる音がする。そう、ちょっと忙しい。あと35分だけども20分以上がかかるはずだからな。はい、この奥の方の家並みがなかなかいいですね。なんか日本家屋という感じで、このなんか2階というか、その屋根のところの何格子模様というか、こういうのあんまり見ない気がするけども、そう、なんかこの辺はやっぱりね、能登地方とかいうと、そういう、なんだろうな、なんか残ってたりするイメージは個人的にちょっとありますけどもね。はい、そう、このだからもう一つ奥の道がなんか昔の街道だったりするんですかね。はい、気温23度ということですね。11月の能登半島でこれは結構あったかいような気がするな。はい、で、古墳群とかがあるのか、この辺はね。まあ、とにかくこの道をずっと歩き続けて、まだ先か。ちなみにこの後行くのが能登米駅かな。で、その、まあ、駅をちょっと通り過ぎたところに中野戸町の役場があるということですね。はい、これサイクリングコースみたいなのがあるけども、小松空港から360キロはすげえな。普通の人は1日100キロ漕ぐのも大変だと思うけどもね。はい、だから何日かかる想定なんだろうな、これは。で、まあ適当に歩いてきて、ここは沼町かな。なんかバスが追い越されそうだけども追い越されなかったから、冷静行ってた時にたまたま抜かれたとかかな。はい、石川教育ウィークで今日は学校公開とあるから私も入れるのかもしれない。まあどうでもよくて、ここ左で駅かな。役がなんか正面に見えたらあれですかね。はい、ここ中野戸町役場の行政サービス庁舎とありますね。ちょっとそこの看板も見るか。
ちょっと今調べたら、なんかもう一つ総務庁舎というのも別にあるらしいですね。まあこういう場合はこれでちょっと来た扱いにしていいのか微妙なところだけども、まあいっかっていうか、どっちにしろもう片方は行ってる時間ないんでね。はい、そう、ここはでも完全に行政サービス庁舎となっているんですね。そのバス停の名前もそうだし、そこにもそう書いてある。まあいいや。はい、ということでこの道行って左で駅かな。今そこから曲がってきまして、なんかよくわかんないけどでかい火があるな。はい、でそこが駅ですね。能登部駅で、これは渡る、5000キロ渡るのかな。はい、ここから次は3駅で白衣ですね。